七葉脈の力場の隙間を新たに感知、そちらにデータを送ります。はい、了解です。座標特定できました。クロスベル北東エリア、アルモリカ村近辺です。すごいな。随分と助かる。プラトーの感能力はもちろんだが、専門のオペレーターがいると艦の運用効率が格段に上がるな。まだまだ未熟ですけど。これからは効率的に降りられる場所を探せそうだね。それでどうする、このまま新しいポイントに行ってみるかい？ああ、アルモリカ村の様子も確かめられそうだしな。期間最大目的地アルモリカ村上空、警戒態勢を維持しつつ目的地へと向かいます。さて、無事降りられたけど、しかしここって村のレンゲ畑だった場所だよね。なあ、ずいぶん様子が変わってるけど。これもキーヤが覚醒した影響なのかもしれません。サイト、幻獣の気配はどうでしょう？今のところ出現する気配はなさそうだ。当面はあの邦人を頼りにしても問題なかろう。わかった。とりあえずトルタ村長に挨拶した方が良さそうだな。はい、行ってみましょう。なるほど、そんなことがあったのか。最初そちらの狼殿と共に訪ねてきた時は腰を抜かすかと思ったが。すみません。どうやら私の配慮不足だったようだな。いやいや、伝説の神郎殿にこうしてお目にかかれるとは光栄の至りですわい。村には国防軍とやらもほとんど来ることはないし、好きなだけ滞在してくれるといいじゃろ。ありがとうございます。とても助かります。しかし病院の方でも批判的な人は多かったけど、ここでもディーター大統領はあまり評判が良くないみたいだね。もともとこの村とは縁の薄い人物ではあるからな。独立国などと言われても全くピンとこぬし、例の幻獣が現れたせいで農作物の収穫も落ち込んでおる。なのにたまに国防軍とやらが見回りに来る程度の対応じゃ。そうでしたか。存在すぎますね。町の者が周辺の村里を顧みぬのは世の常。しかしどうもそれが行き過ぎているようだな。わしも正直ついていけないものを感じる。かといってこの村の影響力などクロスベル市の人口に比べればあってないようなもの。正直どうしたものかと考えあぐねていたところじゃよ。なるほどね。幻獣についてはこちらも気をつけておきます。それ以外にここ最近で何か困ったことはありますか？村の治安や雰囲気が悪化していたりとか。いや、幸いにしてそこまでには至っていない。今は村全体で協力してこの困難を乗り切っていこうと頑張っているところじゃ。ハロルド君の一家も協力してくれているしな。ハロルドさん、そういえば家族で遊びに行くと言っていたような。ちょうど異変の時一家で遊びに来ておってな。その後すぐに街道の移動制限が出されたからそのままとどまっているんじゃよ。そうだったんですか。ハロルド君の一家なら宿の2階に滞在しておれ。よかったら顔を出すといい。ええ、わかりました。早速訪ねてみようか。Thank you.
皆さんは。おお、ロイドさん、よかった、ご無事だったんですね。ハロルドさん。私のことだろうか。ナイスな故障かと。新郎も型なしだね。ロイドさんたちが逮捕されたという噂を聞いて本当に心配していました。何でも脱走犯として指名手配されたそうですが、ご無事そうで本当によかった。ありがとうございます。あの、他の支援課の皆さんはどうなさったんでしょうか。残念ですが、離れ離れになっています。詳しい居場所もわからない状態で。そうでしたか、心配ですね。ハロルドさんたちは異変の時ちょうど村を訪ねていたみたいですね。ええ、最初は何が起こったのやら皆目見当がつきませんでした。訳もわからないまま街道の移動制限が出されて町にも戻れなくなってしまって。でも村の方々には本当にお世話になっています。宿のご主人はほとぼりが冷めるまで滞在していくよう言ってくださって、ゴリンも村の子供たちとすっかり仲良くなったみたいで。カミーユ君やプーリーちゃんがいっぱい遊んでくれるんだよ。ワンちゃんも今度一緒に遊ぼうね。考えておこう。ありがとうございます。まあそういうわけで、私も恩返しに村のお手伝いをさせていただいているんです。とは言っても時々訪れる国防軍との交渉を引き受けるくらいなのですが。いえ、この状況下だととても大切な役割かと。ハロルドさんのようなベテランの商人なら交渉もかなり慣れているでしょうし。本当に大したことはないんですが。そうだ、国防軍と交渉しているときに気になる話を聞いたんですが。気になる話？ええ、何でもこの辺りに正体不明の抵抗勢力が潜んでいるそうなんです。何度か国防軍の部隊が襲撃に遭っているらしくて。本当ですか？へえ、この状況下でそんなことをする人間がいるのか。何者かは分かりませんが、非常に有益な情報ではないかと。ああ、確かめる必要がありそうだ。ハロルドさん、抵抗勢力というのはどのあたりで目撃されてるんですか？どうやら古道の途中にあるアルモリカ古戦場のあたりで目撃されているようです。国防軍も定期的に巡回しているようですが、成果は上がっていないようですね。アルモリカ古戦場、かつて幾度となく血が流され、教団が本拠地と定めた宿豪の地下。あの遺跡には隠れた通路なども多い。抵抗勢力とやらが身を潜めるのには適しているだろうな。何が待ってるかわからないけど、準備を整えて行ってみるか。さてと、それじゃあ古戦場に行くってことでいいのかな？ああ、その抵抗勢力というのが何者かはわからないけど、ひょっとしたら俺たちとも連携できるかもしれない。そうですね、探ってみる価値はあるかと。ならば向かうとしようか。そこだ！
やれやれ。おお、俺の番だ。やった、俺の番だ。セット行くよ。チェック、やっぱりここにもプレロマ草が咲いてるのか。まあ教団の本拠地があったし、無理もない場所だとは思うけど。ハロルドさんの話によると、ここで何度か国防軍の部隊が謎の一団の襲撃を受けているとか。ふん、かすかに匂いはするが、気配を立っているようだな。誰が潜んでいるにせよ、尋常な相手ではあるまい。そうか、厳重の危険もある。警戒しながら捜索してみよう。了解です。アロンジ、しまった。罠だったみたいだね。赤い星座。気配を消していたのはこやつらだったか。目当てに逃げられて当てが外れた気分だったが、代わりの獲物が飛び込んできてくれるとはな。ランドルフ隊長の同僚か。捕らえておけば大統領や国防軍にも恩が売れそうだ。総勢7名、軍用魔獣多数の構成です。なかなか歯ごたえがありそうな獲物ども、じっくりと確実に削ってくれるとしよう。我々の方位からどこまで持ちこたえられるか見せてもらうぞ、特務支援課。望むところだ。全力で方位を突破する。かかってきな。みんな一気に行くぞ。行くよ。よし。
よし、エイト。俺の番だな。さすがに国防軍と一味も二味も違うね。当然だ。我らは赤い星座、大陸全土の戦場をかけ蹂躙してきた修羅の一党だ。かのウロボロスですら戦場では我らには及ばぬ。たとえそちらの狼が巨大な化け物に変わっても容赦なく狩るのみだ。ほう、サイトのことまで。アッパスに連絡を入れておけばよかったかな。お前たちがこの合意を突破できる可能性はゼロだ。このまま殴られるか投降するか選ぶがいい。やれやれ、ゼロというのはさすがに言い過ぎではないですか。サオリー、ここから逃げたはずでは。それは貴様らが我らを捕らえ損ねただけだ。うわ、貴様らをひるむな。戦闘力ならこちらの方が。うん、やはりクロスベルにまだ残っていたか。その程度の数で私たちを狩ろうとは、兵ゆえも舐められたものですね。どうする。客人がいるゆえこの場は見逃してやる。我らを狩るつもりならば倍の数は連れてくるがいい。それと千騎殿かブラッディ・シャーリーさんに来ていただかなくては、せっかくおもてなしをする甲斐がないというものです。伝えておこう。後悔するなよ。扉を開けろ。撤退する。やれやれです。さすがに結構ピンチだったかもね。お役に立てて何よりです。お久しぶりですね、ロイドさん。皆さん、ザオさん、それにリーシャさん。そうか、彼らと一緒にいたんだな。はい、ここでは何ですから。場所を移しましょう。そうですね、せっかくの再会ですし、見晴らしのいい場所に行きましょうか。なるほど、あの襲撃からずっとこの辺りに隠れていたんですか。ええ、教団の跡地もありますし、身を潜めるには好都合ですから。蛇の一団が巨大な鐘を設置する様子も観察できましたよ。あの博士がいた現場ですか。中央広場にあったゼロの至宝を完成させる儀式に使っていた巨大な鐘だね。何らかのアーティファクトなのは間違いないと思うけど。
ちなみに金は再び撤去され、クロスベル市に戻されたようです。現在、この地にいるのは、我らヘイユエのみと言えるでしょう。インドのを除けばですが。リーシャ。ロイドさん、今はどうか見逃してください。この地で私が行ってきた数々の違法行為、捕まるわけにはいきませんが、せめてこれ以上迷惑をかけないようカルバードに帰るつもりです。ことをなしたらきっと。それは復讐ってことか。あの人たちは何よりも大切なものを奪った。みんなの太陽を、かけがえのない希望を、決して許されるものではありません。そこで破棄した契約を再び交わしてくださったのですよ。強敵たる赤い星座に協力して対抗するためにね。あんたは黙っててくれなあ。リーシャ、イリアさんが目を覚ましたのは知っているのか？本当ですか？はい、異変のすぐ後に意識を取り戻したそうです。すっかりとは言いませんが、すごく元気そうですよ。エイドスよ、ありがとう。あなたの慈悲に感謝いたします。よかったじゃないですか。まあ聞いた話では、下半身不随でステージ復帰は絶望的だそうですが。あんた、とっくにその情報は掴んでいたみたいだね。ええ、インドのは知りたくないとおっしゃっていたので、あえてお教えしていませんでした。サオ様、何もそのような。インドの、どうか誤解なさらないでください。あなたを気落ちさせたくないというサオ様なりの心遣いで。弁解は無用です。それに何を聞いたところで私の意思は変わりません。私なりのけじめをつけてからクロスベルの地を去るだけです。私どもとしては非常にありがたい話です。ロイドさんたちもお互いの事情はあるでしょうが、戦うべき相手は共通しています。ここはぜひ協力関係を結ばせていただきたいところですね。ええ、別に構いませんよ。ただしリーシャは引き取らせてもらいますが。ロイドさん。ほう。リーシャ、イリアさんからの伝言だ。あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？イリアさんはさ、全然へこたれてなかったよ。最初は不安を感じながらも、あえて強がっているのかなって思ったんだけど、絶対に舞台に復帰する、そう信じて疑ってないみたいだ。それがどれだけ大変なことかもちゃんと理解した上でね。まあ正直、あれだけの信念を貫くのは難しいとは思うけど。それでも話を聞いているだけで私たちも勇気づけられました。イリアさんがそんな意気込みで舞台復帰を目指している中、君にとって一番大切なものは何だ？赤い星座への復讐か、受け継いできた陰の道か、それとも。そんなの言えるわけ、言えるわけないじゃないですか。血塗られた私が、闇に生きてきた私なんかが。ごまかすな、リーシャ。俺は君に本当に大切なものは何かと聞いてるんだ。頑張らずにはいられない、君の魂が求めずにはいられない、大切なものは何なんだ？そんなのアルカンシルに決まってます。私はまたあのステージで踊りたい。
エリアさんやシュリちゃんや劇団のみんなたちと、ただそれだけなんです。そっか。そもそも さすがはロイドさん、見事こちらの段取りをめちゃくちゃにしてくれましたね。いや、この場合イリア城の勝ちというべきか。やられましたよ。見事にやられました。サオさん、言い訳はしませんよ。本当はこの上なく腹渡が煮えくり返っていますが、ま、今後の協力もありますし、今回は引いておきましょう。インドの、いえ、リーシャ・マオさん、ヘイユエとの契約は今回については終了しましょう。どこに行こうがどうぞご自由に。サオさん、ありがとうございます。あくまで今回は諦めたというだけですから。私がヘイユエが高みを目指すには、やはりあなたの力は欲しい。まあせいぜい気を抜かずに舞台に励むといいでしょう。ええ、私絶対に諦めませんから。はあ、ロイドさん、どうもお疲れ様です。まさかあそこであんな風に持っていくとはね。ふん、さすが司法の巫女に懐かれるだけはあるようだ。いやいや、ただ伝言を伝えただけさ。でもなんとか伝えられてよかったよ。ところでロイドさん、この私の憤懑は一体どこにぶつければいいのでしょう。え？そうですね、リーシャさんに去られる代わりにあなたにヘイユエに来ていただきましょうか。いろいろ鍛えがいがありそうですし、素晴らしい戦力になってくれそうだ。サオさん。確かにあなたのトンファーにしても我らの憲法を収めればさらなる高みに行けるでしょう。いや、お言葉はありがたいですけど。モテモテだね。これはうちも負けずに勧誘しておこうかな。ワージさん、冗談に聞こえません。フランさん、データを送ります。はい、出ました。クロスベル北西エリア、マインツ山道中間地点です。マインツ方面か。行動できるエリアが広がるな。まあ向こうもこちらの動きにそろそろ気づいていそうだけど。マインツ方面といえば、ヘイユエとは異なる勢力がレジスタンスをしていたはずです。何でもリーダーは国防軍の現状に異議を唱えた元警備隊メンバーだそうですが。そうなのか。てっきり全ての隊員が国防軍になったと思っていましたが。まあ無理もあるまい。警備隊に甚大な被害を与えた赤い星座が大手を振って動き回っているくらいだ。その欺瞞に耐えられないものが出てきても不思議ではなかろう。それじゃひょっとしてお姉ちゃんも。いや、残念だけどそれはないと思う。ノエルは全てを飲み込んだ上で今のクロスベルを守るという道を選択した。その決意を簡単には曲げないと思う。そうですよね、お姉ちゃんって本当に強くって不器用ですから。フランさん、まあいずれにせよ
そのレジスタンスってのにはコンタクトしておきたいね。場合によっては兵ゆえともども力になってくれるかもしれない。なあ、とにかく降りてみよう。そういえばリーシャ、その前にウルスラ病院に寄っておくか。え、イリアさんは君にとても会いたがってたよ。いろいろあるとは思うけど、元気な顔を見せてあげたらどうだ。いえ、やめておきます。私はまだイリアさんの前に胸を張って立てませんから。せめてクロスベルシを解放してアルカンシェルを取り戻すまでは我慢させてください。そうか。もどかしいですけど気持ちはわかる気がします。ごめんなさい。あ、もちろんご用があればウルスラ病院に行くのは構いませんから。私はその病院前で待たせてもらいますけど。なあ、わかった。それにしてもリーシャ、やっぱりこちらが素なんだな。さてと、山道方面にいるレジスタンス勢力だけど、まずはマインツを目指した方がいいのかな。そうだな。マインツの様子も気になるところだし。ただなるほど、確かにそちらも気になるね。結社の13工房の一つ、ローゼンベルク工房ですか。確か以前機会があったら話を聞かせてくれるかもしれないとのことでしたね。そうなんですか。実は前に潜入しようと試みたことがあったんですが、地下の構造がものすごく複雑で諦めるしかなくって。そうだったのか。ふん、ヨルグか。しばらく顔を合わせていないが、相変わらず双剣そうだな。え、ソワイトもあのおじいさんと面識があるんですか。うん、互いの事情もある程度は知っている間柄だ。蛇の一員ではあるが、呆れるくらい昔かたぎな職人でな。信用できる人物であるのは間違いないだろう。そうか。結社方面の情報も知りたいし、訪ねてみる価値はありそうだね。マインツに向かう前に寄ってみましょうか。なあ、そうしよう。さてと、留守にしてないといいんだが。この状況ですし、他の場所には出かけていないと思いますが。出かけてはおらぬ。わあ、伝声か。そろそろ来る頃だろうと思っていたぞ。案内役の人形さ。入ってくるがいい。言うまでもないが、その子からはぐれたら身の保証はできんぞ。相変わらずだな。とりあえず話が早くて助かった。お邪魔させてもらおう。ですね。
珍しい客人もあったものだ。久しいな、新郎よ。そうだな、人の子よ。さすがのお主も随分と老けたようだ。相変わらず蛇どもに関わっているようだが。しがらみというのは俗世でなくともつきまとうもの。お主を縛っていた迷惑とて同じようなものであろう。はは、違いない。なんだかとんでもなく遠い話をしているような。ああ、同じ世界の会話とは思えないな。しかし聖杯のドミニオンにここに侵入しようとしていた東方人外の魔人か。なかなか個性的な顔ぶれが集まっているではないか。確かに。その説は失礼しました。ヨルグマイスター、お話しした通り、俺たちは今この状況を何とかするために動いている最中です。特に結社の動きについて何かご存知ではないでしょうか。うん、すでに知っているかもしれんが、結社は今回黒石家の目的に協力しているだけの立場に過ぎ、結社の計画、減塩計画はすでに次の舞台へ移行しているようだ。すなわちエレボニア帝国にな。え、実際他の使徒やレギオンがそちらの方で動き始めていてね。僕らがクロスベルにそこまで戦力を割けないのもそのあたりが理由だったりするのさ。そうだったのか。大陸全土でいろいろなことが起こりすぎているみたいですね。だが非常に厄介な3名がまだクロスベルに残っている。それも結社の中でも指折りの実力者たちだ。道化師、カンパネルラ、そして使徒と呼ばれるノバルティスという博士とアリアンロードという女性ですね。あの女性は一体何者ですか。あの動きと反応、とても人の技とは思えません。わしも詳しくは知らぬ。ただ凄まじい葬儀を使い、仁義にも厚い人物として結社では知られている。付き従う戦乙女たちは皆彼女がいずこからか見出した上で稽古をつけているらしくてな。一人一人がレギオンに迫るほどの実力を持つらしい。あのレンさんと同じくらい。まあレギオンの能力は戦闘だけじゃないみたいだけど、それにしても計6人も厄介な相手が協力してるわけか。でも協力しているだけということは、場合によったらクロスベルの今後の状況には深入りしない可能性が。うん、そうかもしれんな。もっともノバルティスの若造は司法の力を受けた人形どもに興味津々なようだ。いずれにせよわしの情報では彼らの今後の予定はわからぬ。そうですか。なかなか一筋縄ではいかなさそうですね。ところで先ほどから少し気になっているんですが、パテルマテルを修理している最中なんですか。うわあ、しゃべった。まあちょっとしたメンテナンスのようなものだ。ノバルティスの若造はこの機体に随分就寝していた。今は新しい人形に夢中なようだから心配ないとは思うが、もし奪いに来たら逃がせるよう備えだけはしておこうと思ってな。なるほど。いざという時は殲滅天使がいるリベールまで行かせるわけか。しかし聞いてる限りだとあの博士と随分仲が悪そうだね。否定はせん。もともとこのゴルディアス級はわしの全てをかけて開発したものだ。それを途中で奪い去り、非道な接続試験までした挙句に蓮のような幼子にあてがったこと。なんとか接続が成功したとはいえ、その試み自体は許されざる所業だ。確かに教団のした実験と大差ないかもしれません。おまけに司法なしでは満足に稼働することもできぬ後継機どもを勝手に開発して、それをゴルディアス級の最終形などと臆面もなく言う厚かましさ。この場にいたらあの細首を締め上げてくれるところだ。そうですか。まあ落ち着け。相変わらず作品のことになると
冷静ではいられないようだな。まあそれはともかく、いかに高顔無知とはいえ、応用強化する技術にかけては天才的な頭脳を持つのは確かだ。わしが開発した人形兵器もあやつに改造強化された上で量産されていると聞いている。噂では、それらの機体が塔や総員などにも配備されているらしいぞ。そうなんですか。それは初耳だな。しかし、それらの場所に配備されているということは、やはり例の大金を守っているのでしょうか。その可能性は高いだろう。あのアーティファクトらしき大金については、わしも個人的に調べていてな、何か分かったらお前たちにも教えてやってもよい。本当ですか。へえ、さすがに気前が良すぎない。こたびの顛末についてはわしも少々頭にきているからな。ノバルティスの若造もそうだが、わしが協力していたアルカンシェルをむちゃくちゃにされたこともある。そういえば、舞台装置やオートマタも全て破壊されたみたいですね。うん、全て作り直しだろう。その意味で赤い星座とやらも、それを雇った黒石家の当主も個人的には許しがたい。娘の方はわしの人形の熱心なコレクターのようだが、それとこれとは話は別だからな。なるほどね。わかりました。正直とても助かります。大金について何かわかったらぜひご連絡をいただけると。話を聞ければラッキーくらいに思っていましたが、協力までしてくれたのは予想外でしたね。ああ、結社とは言ってもいろいろあるみたいだな。まあだからこそ実態がつかめていない組織なんだけどね。でもあの老人に関しては信用しても問題なさそうだ。そうですね、理由もあるみたいですし。ヨルグならばいずれ有益な情報をもたらすだろう。まあ過度な期待はせずに連絡を待っているがいい。なあ、そうするよ。さてと、そろそろ鉱山町に向かうか。レジスタンス勢力の動向も探っておきたいしな。了解しました。それじゃあ行こうか。この気配は軍用魔獣来ます。何？こいつら来る。みんな一気に行くぞ。
やれやれ。行くぞ。トンネル道の方に逃げた。ひょっとしてマインツ方面で動きがあったのかもしれません。赤い星座が本格的にレジスタンス狩りを始めたとか。あ、うん、ありそうだね。となると今のは部隊の後方を警戒する哨戒任務中だったのかな。その可能性は高いかと。何らかの意図を持って撤退していったみたいですし。マインツ方面に急ごう。グズグズしていたらレジスタンスたちが危ない。うん、行くとしようか。これはどうやら照明が消されてしまってるみたいだけど。これは、うん、ロイドさん、ロイドさん、大丈夫だ。すまない、助かったよリーシャ。いえ、間に合ってよかったです。はあ、やれやれだね。しかし今のは地雷かい？ええ、接触式の動力地雷のようです。爆発力が弱かったので対人用だとは思いますが。どうやらトンネル道全体にばらまかれているようだな。こんなもの一般道に仕掛けるなんて。レジスタンスの退路を断つのが目的ってところか。その可能性は高そうです。本腰を入れて相当するつもりではないかと。時間がない、このまま通り抜けよう。足元に気をつけて慎重かつ迅速に進むぞ。了解です。やれやれ、面倒をかけてくれるね。
戦闘の音。北西約10セルジュ、おそらく山道からも外れた山岳地での戦闘かと。くっ、山岳地か。僕らの足じゃ簡単にはたどり着けないかもしれないね。いえ、とにかく行ってみましょう。いざとなったら我らが崖を飛び越えて介入しよう。わかった、必要そうだったら頼む。なんだこれは。聖域を封鎖するための有刺鉄線ってところか。戦闘はこの上の方で行われているみたいです。仕方ない、回り込める場所を探そう。ライドさん、狙撃か。あそこです。さすがはイン、よくぞ気づいたものだ。待ち伏せしていたのか。トンネル道で動きがあったのは察知できたからな。しかし海原下のクロスベルにこうもあちこち出没するとは。やはりそちらの騎士殿のメルカバを使っているのか。へえ、僕の身分も特定したのか。大方レジスタンスと手を組むにでも来たのだろうが、一足遅かったな。すでに掃討作戦は始まっている。多少手こずってはいるが、ほどなく制圧は完了するだろう。悪いが、そこで指をくわえて眺めていてもらおうか。そうはいくか。ここは私とザイトさんで突破を。そうはさせん。囲まれたか。ちょっとまずいね。ロイド・バニングス、そしてその一頭赤い星座が連隊長、戦撃のガレスが相手だ。みんな迎撃態勢だ。崖上からの狙撃に注意してください。手強いぞ、気をつけろ。了解です。やれやれ。
プマクドーそこだやあ良いデータを取れましたやるじゃないさすが赤い星座高所からの狙撃がここまで厄介とはね若の同僚だけあって悪くない立ち回りだだが狙撃兵に高所を取られている時点で戦術的な敗北は必至おとなしく降伏して何今のはひょっとしてふん間に合ったかオオカミだとサイトの部下さんたちそれにあれはミレイユさんたちたかが獣ごときにいいだろうこちらから攻撃してさせるかよガレスうわほうランディよ久しぶりだな積もる話はあるだろうがとりあえずは後回しだわかる。やりますな。まさか狙撃兵たる私の背後を取るとは。まあ、狼たちの加勢がなかったらやばいところだったがな。それとロイドたちの方に気を取られたお前のミスだ。おっしゃる通りだ。しかしわかる。相変わらずそのハルバードですか。ブレードライフルなしでこの私に勝てると思いか。別に。使ってねえわけじゃねえぞギオームのおっさんに修理してもらったんでなそれにいくら強力でも機関部をやられたら使い勝手が落ちちまうここぞの時に使ってるだけさなるほど確かに今の一撃でライフルの精度も狂ってしまったさすがに形勢不利ですかああとっとと撤退しろそれからおじきに伝えとけ必ずぶっ倒してやると承知しました若一皮むけられたようですな作戦中断ポイント D まで撤退するやっやランディ、ランディさん。よう、お疲れさん。まさかお前たちがここに来てくれるとはな。ロイド、気をつけ。本当に無事でよかったぜ。ああ、ランディも。脱出してたんですね。ああ、なんとか自力で脱出した後、ミレイユたちと合流できた。今までこの辺りの一帯でレジスタンスをしてたんだが、さすがに今回ばかりは終わりかと思ったぜそっか本当に無事でよかったよサイトの部下さんたちのおかげですねああこのままじゃヤバいって時にいきなり加勢してくれてなひょっとしてお前が呼んでくれたのかうん念のためなそれと両兵とやらの動きには注意するよう言い含めていたへえなるほどなんでお前喋ってんだよまあ驚きますよねてよく見たらマジもそんな格好してるしそれにリーシャちゃんなんでロイドたちと一緒なんだやれやれランディ無事敵部隊の撤退を確認したわこれでまたしばらく持ちこたえられるでしょうそうかミレイユさんお久しぶりですご無事で何よりでしたあなたたちも無事でいてくれてよかったわなんだか個性的な人たちと一緒みたいだけどまあ事情がありましてとりあえず一息入れて情報交換したいところだねええ大賛成よ
グレイスさん、どうしてここに。いやちょっと問題起こしてクロスベル氏に居づらくなっちゃって、そこで従軍記者兼カメラマンとしてランディ君たちのところに押しかけたのよ。あまり歓迎したくはないんですけど。まあそういうこった。どうやらお互い今までのことを説明しておく必要がありそうだな。なるほど、そりゃまたとんでもない話になってるみたいだな。それもあのキーボーが、突拍子がなさすぎて記事にも書けない感じだけど、ロイド君たちは何としても彼女を取り戻すつもりなのね。ええ、もちろんです。言うまでもないかと。ランディ、私たちの方は大丈夫よ。もともと支援課の仲間たちを助け出すという条件で力を貸してくれたんでしょ。いや、それはそうだったのか。まあこちらとしては君に合流してもらえると助かるのは確かだけどね。もともと私たちの抵抗活動は国防軍に納得しきれなかった警備隊員としての意地よ。警備隊から離れたあなたは仲間たちの力になるべきだわ。今後はあの狼さんたちも力になってくれそうだしね。うん、お主らに協力するよう改めて伝えておいた。山岳地での戦いならば力になってくれるはずだ。悪い、助かる。ロイド、ティオスケ、俺も付き合わせてもらうぜ。支援課のメンバーとして、キーボーの保護者としてな。ああ、よかった。心強いです。そうなると私もあなたたちに同行させてもらおうかな。え、いきなり何を。だって今後の動きの中心はあなたたちになりそうだし、ジャーナリストとしてはちょっと見過ごせないわね。いや、でも、僕は別に構わないけど、マスコミの人間を乗せたらアッバスがうるさいだろうね。私も記事にされたらちょっと困ります。ああ心配しないで、記事にしたいのは山々だけど今はそんな状況じゃないしね。今の私はクロスベル独立国がどうなるかだけが知りたいの。この欺瞞に満ちた新体制が果たして歴史に選ばれるのかをね。歴史に選ばれる。こう言っちゃなんだけど、大陸全土の混乱はかなりのものよ。その一因がディーター大統領にあることは否定できないけど、彼が退いたからといってこの危機が乗り越えられるかしら。それは正直難しいかもしれませんね。実際100年前にカルバードが民主化した時も革命政府によって相当えげつないことが行われたそうよ。暗殺なんかは当たり前、さらにはクロスベル氏襲撃に近いような陰謀劇もあったみたい。でもそれは現在ある程度正当化されてしまっている。ディーター大統領のしたことだって同じことが言えるんじゃないかしら。100年前の暗殺劇。そうは言ってもこの状況が正しいとは私も思えない。だからね、確かめたいの。今後クロスベルがどんな道を選んでいくのか、そしてその選択が歴史にどう伝えられるのか。あなたたちについていったらそれが見られる気がするのよね。グレイスさん、なんつうかそこまで考えてたとはね。なんだか知りやすすぎて別人みたいですが。まあ一番の理由は面白そうだからなんだけど、それに通信社の方にパイプは残してあるからね。ひょっとしたら市内の情報なんかも提供できるかもしれないわよ。わかりました。俺たちは依存ありません。ワジ、リーシャ、そちらは構わないか。私は記事にしないでいただけるのなら。僕も構わないよ。まあアッパスを説得するのは一苦労かもしれないけど。サンクス、オンに切るわ。よし、みんなで気合を入れてヒューリッツァ賞を狙いましょう。
いや、別にグレイスさんの手伝いをするわけじゃ。まあ、グレイスさんですから。